当に例外的に。ということで今回は私の持ち込み企画、みんな大好き椅子取りゲーム、これをマイクラっぽく遊んじゃおうっていう企画なんだぜ。え？椅子取りゲーム？面白そうなんですけど。ふそうだろそうだろ。だってこのマリサちゃんが考えたんだからな。ということで今回は私と霊夢の二人で椅子取りゲーム対決をしていくんだぜ。え？シオンできないの？しょぼーん。ごめんねシオンちゃん。今回はマリサが突然思いついた企画だから、まずは私たち二人で遊んでみるわ。今回が好評だったらまた人を変えたり増やしたりしてみてもいいかなって思ってるから、好評だったら次は参加してもらおうかな。好評かお願いします。ということでルール説明です。今回はネザーの座標00、その岩盤上に設置された椅子にどちらが早く座れるかを競います。二人の後ろに目印を立ててありますが、あの目印が現世での座標00です。あの目印の場所にネザーゲートを作ってネザーへ行き、相手よりも早く岩盤上に登り椅子に座る。それが勝利条件となっています。禁止事項としては相手が作ったネザーゲートに入る、あの目印以外の場所からネザーに行く。これが禁止のルールとなっています。また、今回新曲は出ないようにしてあるので、プレイ中に相手の進み具合がわからないようになっています。なるほどね。とりあえずネザーに飛んでから00を目指したらダメっていうことなのね。必ずここに戻ってこないといけないのか。なかなか面白そうなんだぞ。微妙な立ち回りの戦略が勝敗を分けるかもな。そうだろそうだろ。三日三晩寝ずに考えた渾身の企画なんだよな。いや思いつきだって言ってたじゃない。椅子取りゲーム面白そうだって思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知音もよろしくね。でも正直面白そうなのよね。現実の椅子取りゲームとルールは違うけど、こういう身近な遊びをマイクラ風で遊ぶのもいいわよね。そうだろうそうだろう。ネタ上手のマリちゃんと呼んでくれてもいいんだぜ。さすがにちょっと調子に乗りすぎよね。よしそれじゃあ行くんだぜ。発案者として絶対に負けられないんだよな。甘いわねマリサ。あんたが私に勝てると思ってるの？圧倒的勝利を収めてやるんだから。よしそれじゃあ行くんだぜ。絶対に私が勝つんだからな。砂漠スタートだから、まずは木材を探さないといけないな。ロレイムも同じ方向に走ってきたじゃないか。でも関係ないか。枯れ木で棒を集めながら木材を探すんだぜ。砂漠スタートってなかなかしんどいな。金ボス船探すにしてもボートだって欲しいもんね。まあそういうことだな。とにかく木材を確保できないと作業台も作れないし、何もできないに等しいからな。この辺に草ブロックがあるから、こっちに進めば木の1本や2本は見つかるんじゃないか。だったらいいんだけどな。砂漠だったらピラミッドとか見つけても良さそうなんだぞ。お、見ろよ二人とも。村だ、村が見つかったんだぜ。うわめちゃくちゃラッキーじゃない。しかも俵が置いてあるし、これで食料も手に入っちゃうじゃない。おいマリサ、でもきっと霊夢も見つけてるんだぞ。む、確かにそうだよな。うおー、俵は渡さないんだぜ。うわー、よしここの俵の独占に成功したんだぜ。まあ他にも俵があるかもしれないが、なかった場合食料面では私が一歩リードだな。ちょっと非常な手段だが、これは真剣勝負なんだ。敵に情けなんか不要なんだぜ。おっと霊夢が作業台を放置していったな。木材がないこの状況で作業台を取らないとは。甘いんだぜ霊夢。マリサが勝負師の顔になってる。これはマリサは本気なんだぞ。クソ、俵全部マリサに取られちゃったわ。村の中も大したものがなかったし、この村に寄ったのは失敗だったかな。俵が一箇所にしかなかったのが痛すぎたわね。できれば十分な食料を確保しておきたかったんだけど。霊夢はこれからはどうするんですか？攻略するための方法はいくつかあると思うんですが、私は沈没船を探そうと思うわ。沈没船なら埋もれた宝も含めると大量の鉄が手に入ると思うし、もしかしたらダイヤが手に入る可能性だってあるわよね。黒曜石をダイヤのつるはしで掘るのが一番手っ取り早くない？それをできる可能性にかけた方がいいと思うのよね。確かに一理あるわね。でも海に出るならボートが欲しいわよね。この辺木材が全くないけどどうするの？村のチェストに入ってることを期待したんだけどな。死ぬ気で木を探します。お、見ろよ二人とも。ピラミッドだ。ピラミッドを見つけたんだぜ。うわすげー、村に続いてピラミッドまで見つけちゃったの？めちゃくちゃラッキーじゃない。こんなのマリサじゃない。このマリサは誰なの？正体を現せー。私のことなんだと思ってんだ。え、運の悪い。これ昔のことだから、今の私は違うんだぜ。過去は昔に置いてきた。サイレンっぽいけど言ってること意味わからないんだぞ。あ、そうだ。よしそれじゃあピラミッドの地下に入ってお宝を回収するんだぜ。お宝が私を待ってるんだぜ。あ、そうだ。ツルハシも何もない状態でピラミッドの地下に入ると出れなくなっちまうな。上に上がる分の砂を集めてから地下に降りていくんだぜ。めちゃくちゃ冷静じゃないかマリサ。僕だったら絶対にすぐに飛び降りちゃうな。これはさすがに考えなさすぎだろ。お、あったあった。見て見て、あそこにポツンと木が生えてるんだけど、あれはツツジの木みたいですね。なるほど、この下は半も下洞窟になってるんですね。これはラッキーすぎたわ。奥にも沼地があるみたいだけど、とりあえずこの木の木材だけ確保してすぐに海に出るわ。木材は最悪難破船を壊せば手に入るもんね。ツルハシがないから床を壊すのも一苦労だぜ。あ、そうか。一段ずつ掘って降りてたら日が暮れちまうな。落下ダメージは受けるが、ここから飛び降りる方がいいんだぜ。パンはいっぱい作れるもんね。大
ダメージを受けるのは覚悟して動いた方がいいかも。この高さじゃ死なねえよな。よし大丈夫だったな。さすがに感圧板は壊しておかないと怖いよな。よしこれで安心してチェストの中身を確認できるんだぜ。うわ最初のチェストしょぼしょぼのしょぼだったな。まあ4つもあるんだ。どれかにいい感じのアイテムが入ってるだろ。ほら見ろ、エンチャントされた金のリンゴが入ってたじゃないか。いや別になくてもなんとかなるんだぞ。うわこのピラミッド外れなんだぞ。私の時間を返して。よしこれでボートを作れましたよっと。幸いこの辺は海に近かったから木材さえ手に入ればあとはこっちのもんなのよ。さあ無限の大海原が私を待ってるわ。サクッとナンパ船を見つけて勝利をもぎ取るわよ。先に椅子に座るのは絶対に私なんだから。あったあった、やっと気が見つかったんだぜ。よかったわねマリサ、これでまともにネザーに行く準備ができるじゃない。この勝負勝つにはネザーの岩盤の上に行かないといけないんだよな。具体的に何を集めないといけないんだ。まずは黒曜石10個だろ。ザロー00から行かないといけないから、ゲートを作るための黒曜石を直接手に入れて持っていくか、それを作るためのマグマバケツ10個が必要なんだよな。ふむふむ、なるほどな。いつもシオンがやってるみたいにマグマだまりを見つけてそこでゲート作るっていうことができないのか。となると鉄を30個集めるか、それかダイヤのツルハシを作って直接掘るかになっちゃうのね。まああとは荒廃したポータルのチェストとかだよな。運よく見つかればいいが、一番早いのはバケツを10個作ることな気がするんだぜ。運よくダイヤが見つかればいいが、黒曜石掘るのも結構時間かかるしな。あとは岩盤上に上がるためのエンダーパール、それとはしごが必要ね。もちろんゲートに着火するためのアイテムも必要よね。結構集めるものが多いですね。ザロー00からしかネザーに行ってはいけないルール上、ネザーで歪んだ森を探すこともできませんしね。ザロー00がちょうど歪んだ森とかだったらいいんだけどね。そうじゃなかった場合かなりグダる可能性があるから、エンダーパールも意識してどこかで手に入れておきたいわよね。このゲーム意外と奥が深いわ。マリサには絶対に負けたくないから頑張らないと。洋式のツールは作れたんだぜ。ついでに俵もパンにクラフトしておいたし、あとは鉄を集めに行く感じだな。マリサは沈没船を探したりはしないの？鉄を集めたいなら沈没船も結構いいと思うんだけど。まあそうなんだが、沈没船探しだとエンダーパールから遠のくからな。地下に潜って鉄集めをしていたら、もしかしたらエンダーマンと出会えるかもしれないんだぜ。確かにそうだな。すごいじゃないかマリサ、意外といろいろ考えてるんだな。意外とは余計なんだよ意外とは。すぐに洞窟に潜りたいとは思ってたんだが、この水没した洞窟にも結構鉄が見えるから、ここで鉄集めするのも効率がいいかもな。もしこの水没した洞窟が奥まで続いてたら、敵に襲われずに楽に鉄集めができるんじゃないか。いやさっきエンダーパールから遠のくっていう話はどこ行ったのよ。水中だったらエンダーマンと戦えないんですけど。完全に忘れてました。誰だこれ。ちょっとこの洞窟あんまり広くなかったから、やっぱり普通の洞窟を探すことにするんだぜ。まだ一部鉄は残ってるが、高いところとかだと掘りにくいんだよな。これは痛いタイムロスなんだぞ。木材ももうちょっと集めておいた方がいいんじゃないか。確かにそうだな。鉄も少し集まったし、鉄を精錬しながら木材を集めるか。でもやっぱり影モッドは綺麗で素敵なんだけど、海の中はかなり見えにくくなっちゃうな。これは遠くのナンパ船は見つからないわね。自分の周辺を注意深く観察しないとだな。お、でもあれってもしかして。あった、あったわよナンパ船。やりましたね霊夢、結構早くに見つかったじゃないですか。いやーこれは最高だわ。サンゴ礁のシークルスがいい感じで照らしてくれてたわね。よし、それじゃあこの鉱石の部屋が無事みたいだから、ここのチェストを開けていきましょう。これは勝ちました。うわすごい。え、鉄がもう17個はこれは勝ったでしょ。いやちょっと待って、部屋から出れないんだけど。まずい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 。なんとか出れました。苦しい。なんとか頑張って私のライフ。危なすぎた。今のは危なかったですね。お腹が減って泳げないんですね。入り口が微妙に狭くなっていたのでなかなか出れなかったんですか。まさか村で食料を確保できなかったのがここに来て効いてくるとはね。うわしかも下のチェストの部屋サンゴが邪魔で入れないんだけど。こりゃダメだ、壊そうとしても息が持たない。クソ、どうしようかな。泳げないとあの部屋に入れないしな。霊夢棒は持ってたみたいだから、いいツール作ったら。まだ十分な数じゃないし、鉄の無駄遣いはしたくないのよね。どこかで食料を調達してくるわ。よし、鉄も何個か精錬できたんだぜ。これでバケツを作って、水バケツにしてから地下に潜っていくんだぜ。ここにツツジの木が生えてるんだよな。この下に繁茂した洞窟があるみたいだから、ここから直下掘りしていけば洞窟に繋がるだろ。洞窟探し回って見つからないことって結構あるもんな。繁茂した洞窟があるのが分かってるならそっちの方が良さそうなんだぞと思ったんだが、一旦地上に戻ってきたんだぜ。あれ、マリサどうしちゃったの？何か忘れ物？いやそういうわけじゃないんだが、地上が確か夜だったなって。エンダーマンを探すんなら地上の方が見つけやすいんじゃないかと思ってな。お、確かにそうなんだぞ。でもかなり霧が深くて周り見えにくくないか。モンスターの数も多いし、装備が貧弱だからちょっと危険な気もするんだぞ。確かにな。これはちょっと微妙か。ざっと見渡してみてもエンダーマンの姿が全く見えねえな。これはモンスターに囲まれる前に地下に潜った方がいいかもしれないな。熱帯魚捕まえてきました。少しだけど、これで満腹度も回復できるでしょ。とりあえず泳げたらそれでいいのよ。よし、これでこっちの部屋のチェストも開けられるわ。
わ。お願い宝の地図。入ってるんですね。よしこれはいいわ。これで埋もれた宝を掘り起こせば鉄は足りちゃうんじゃない？埋もれた宝の鉄を足しても足りるか微妙だと思うけど、確か埋もれた宝ってお魚さんが入ってたわよね。食料が手に入るのはいいんじゃない？確かにね。それじゃあ急いで宝を掘り起こしに行くわよ。え？こんなことある？宝の場所とんでもないところなんだけど。うわぁこれはすごいところにありますね。ただでさえお腹の空いてる霊夢にとってはかなり辛いです。こんなはずじゃなかった。お、見ろよ二人とも。狙い通り反応した洞窟に繋がったみたいなんだぜ。本当だ、よかったじゃないマリサ。しかもすぐに鉄鉱石いっぱい見つかったわね。これは最高なんだぜ。やっぱり地下で鉄集めを狙ってよかったなぁ。ここまで来たら鉄はすぐに集まるだろ。パパパッと集めて精錬しちまうんだぜ。沈没船で探すのと違って精錬しないといけないからな。あんまりゆっくりしてるとまずいんだぞマリサ。霊夢はもしかしたら沈没船コースかもしれないからな。相手の進捗が見えないから、霊夢がどんな状況かさっぱりわからないんだぞ。霊夢の状況なんか関係ないんだぜ。とにかく私は私ができる最速を狙う。それが勝利の秘訣なんだぜ。嘘でも文句を言っていても始まらないわ。しょうがないからお宝の場所まで走っていくわよ。霊夢夜だからエンダーマンも見逃さないようにね。エンダーパールも確保できる時にしておいた方がいいわよ。あ、確かに。ちょっと周りを確認しながら走っていくわ。宝の場所にはまだたどり着いてないんだけど、鉄炭を見つけたからここで手に入れたお肉を焼いておくわ。さすがに走れないのはきつすぎるわ。それによるで視界も暗いし、松明も作っておきたいからね。よしかなりの鉄原石が集まったんだぜ。これだけ集まれば大丈夫なんじゃないか。やっぱり反応した洞窟は最高だったな。明るいからあんまりモンスターも湧かないし、鉄鉱石も効率よく集まったわよね。でも今回に限ってはモンスターが湧きにくいのがメリットじゃないんだよな。結局エンダーパールが手に入ってないんだぜ。エンダーマン探しに行かないといけないな。でもまだマグマだまり見つかってないんだろ。きっとマグマだまり探してる間に見つかるんだぞ。だったらいいんだけどな。実はこの反応した洞窟結構狭くてな、ちょっと掘らないと移動できそうにないんだぜ。これはまずい。でも、レッツインボットが30個作れたんだぜ。これで追加でバケツが10個作れちゃうんだよな。やったじゃないマリサ。もう少しでネザーに行けちゃうじゃない。結構早いんじゃない？絶対に霊夢に勝てるわよ。だったらいいんだけどな。まあとにかく移動するんだぜ。目指すはマグマだまりとエンダーマンだ。ふやっと掘り当てたわ。宝も面倒なところに埋まってたわね。うわでもやっぱり鉄が美味しすぎる。あ、でも27個か。バケツだけで黒曜石を作ろうと思うとちょっと足りないわよね。鉄の剣が被っちゃったのももったいなかったですね。ねえ霊夢、無駄遣いしたくないって言ってたのに、なんで鉄の剣作ったのよ。魔が差しました。4日後にして別の洞窟を探してます。おっと繋がったな。む、ここも地味に狭いか。大洞窟を求めてたんだけどな。まあいいか、どこかに繋がってるかもしれないもんな。はい、行き止まりでした。う、これはまずいんだぜ。頼むから大きな洞窟出てきてほしいんだぜ。よしよし、まだ奥まで洞窟は続いてそうだよな。お、これは、あ、ウーパールーパーちゃんだ。あー、ウーパールーパーちゃん、やっぱり可愛すぎる。よし、それじゃあ連れて行ってやるんだぜ。と思ったけどやっぱりやめた。どこかでぶちまける可能性もあるからな。過酷な環境にウーパールーパーちゃんを放つわけにはいかないんだぜ。よし、まだ先がありそうだ。早くエンダーパールとマグマをゲットするんだぜ。うん、ちょうど夜だからと思って、エンダーマンとマグマだまりを探しながら沈没船も探してたんだけど、結局何も見つけられなかったな。足りない分の鉄は洞窟で集めた方が良かったかもしれないですね。もう夜が明けそうよね。どうするの霊夢、このまま沈没船を探す？うん、どうしようかな。エンダーパールのことを考えたらやっぱり地下に潜らないとよね。お、村だ。ここ最初の村とは違う村よね。よし、ここで何かいいものが手に入るかも。ちょっと村に行ってから方針を考えましょう。よし、村に俵があったわ。これで長かった食料なんからも解放される。あとは村に何かいいものがあればいいんだけど。あ、多分突っ込まれると思うから一応触れておくけど、うちのチャンネルではゴーレムを倒して鉄を確保するのはタブーとしています。カッコゴーレムトラップを除く。村のすぐ近くにイルカさんがいたわ。確かイルカさんは魚をあげたら何パ船まで案内してくれるのよね。さあイルカさん、私を何パ船まで連れて行ってちょうだい。あれイルカさん、全然動かないんだけど。う、なんでなのよ。私じゃ嫌だっていうの？結局横に掘る羽目になりました。くそ、結局洞窟も行き止まりになっちまうし、4日掘りして洞窟も見つからなかったんだぜ。これはなかなかしんどいな。ツルハシも石しかないし、深層岩だから結構時間がかかっちゃうわね。そうなんだよな。まあしょうがない。水バケツを使っていきますで掘っていってるから、どこかに繋がることを信じて掘っていくしかないんだぜ。お、でもこの辺マグマの音がするな。こっちか。マグマだまりか洞窟に繋がってくれ。たー、よしよしよし、やっとマグマだまりを見つけたんだぜ。閉ざされた空間っていうのがちょっと残念だが、これであとはエンダーパールさえ手に入れば椅子に座りに行けるんだぜ。やったじゃないかマリサ。でも気をつけるんだぞ。間違えてマグマバケツを燃やしちゃったら大変なことになるんだぞ。鉄インボットの予備はないんだからな。もちろんその辺はわかってるんだぜ。いらないものは先にマグマに投げて処分しておいて、十分にインベントリを開けてからマグマを組むんだぜ。よし、これぐらい開けたら大丈夫だろ。
よし、これで黒曜石の準備は完璧だな。あとは問題のエンダーパールだな。マリサ、ここからどうやって集めるの？普通に今外が夜かどうかわからないからな。とりあえずこのまま洞窟を探して、そこでエンダーマンを見つける感じかな。すぐに洞窟が見つかってくれたらいいんだが。お、なんだなんだなんだ、こっちからもマグマの音が聞こえてくるんだぜ。ほんとだ、聞こえるんだぞ。さっきのマグマだまりとは違う方向だよな。今度は洞窟に繋がってるといいんだぞ。お、あったあった、今度は奥に行けそうだな。もしかして洞窟に繋がってるか。もうマグマは必要ないから固めて奥に進んでみるんだぜ。あ、やっぱり洞窟になってるみたい。モンスターがいるぐらい広いところに繋がるかな。道が分かれてたな。先にこっちに進んでみるんだぜ。行き止まりでした。もういいんだから、自力でナンパ線を見つけてやったわ。これで鉄は十分すぎるほど集まるでしょ。よし、完璧。これであと必要なのはマグマだまりとエンダーパールね。マリちゃんはどんな感じなのかな。相手の進捗が見えないと全くわからないわね。まだ椅子に座ってないことを祈ります。マグマだまりを探しながらなんとなく埋もれた宝も掘り起こしちゃったわ。うわ、すごい、ダイヤが3つも入ってるじゃないですか。え、これ鉄をたくさん集めたのはいいんですが、これがあれば直接黒曜石を掘れちゃうんじゃないですか。嬉しいけどちょっと複雑な心境です。最初に掘り当てたお宝がこれだったらよかったのにね。これいます、やったぞ。もう一つの道が大きな洞窟に繋がってたんだぜ。ここで頑張って探せば絶対にエンダーマン見つかるだろ。うん、どうかな。エンダーマンそもそも出現率低い気がするもんな。すぐに見つかってくれたらいいんだけど。お、今エンダーマンの、いや、ちょっと待って、クリーパーが近いわ。待って待って、あー、よかった、生きてた。うわうわ、今のはヤバすぎたんだぞ。よく耐えれたなマリサ、死んでもおかしくなかったんだぞ。絶対に死んだと思いました。うん、この辺地形が悪すぎるな。まだ下にモンスターがいっぱいいるし、それを処理してからじゃないと危険すぎるんだぜ。でもここなら大丈夫か。エンダーマンどこに行ったんだ。うわ、ちょっと待って、それは多すぎるんだけど。マリサ、クリーパーも来てる。一旦引いた方がいいわよ。うわ、狭すぎて逃げられねえ。待って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 、マジで場所が悪すぎるんだって。危なすぎました。うやっと落ち着けたんだぜ。完全にエンダーマンを見失っちまったんだが。エンダーマンどこに行ったんだ。お、いたいた。暗くてわかりにくいが、あっちの壁の上に立ってるんだぜ。これは絶対に逃がさないんだからな。ちょっとクリーパーが邪魔だが、落ち着いて処理して、しっかりとあのエンダーマンを仕留めてやるんだぜ。よし、やっとだ。やっとこれでエンダーマンを倒せるな。頼む、エンダーパール落としてくれ。お前を探すのにめちゃくちゃ時間かかったんだからな。落としてくれました。やった、おめでとうマリサ。これで必要なアイテムが全部揃ったじゃない。岩盤の上に登るためのブロックも、はしごを作るための木材もあるな。よし、あとはネザーに行くだけなんだぜ。ちょっと離れてしまったけど、座標ゼロゼロを目指すんだぜ。結局エンダーパールが手に入らずに夜になっちゃったけど、夜になったら砂漠で探すのが一番早いわよね。砂漠だと手間な気がないから、マグマだまりもエンダーマンもきっと見つけやすいはずだわ。あ、いたいた、あの細長いの絶対にエンダーマンでしょ。ちょうどその奥に目印のシュルームライトが見えてきましたね。目的地の近くでエンダーマンを見つけたのは良かったんじゃないですか。これは私に運が回ってきたわ。さあ来なさいエンダーマン、私にエンダーパールを与えてちょうだい。よしよし、いい子ね。一発で落ちてくれて助かったわ。でもレイム、なんだかんだ言ってまだ黒曜石手に入れてないじゃない。マグマを組むにしても固めて掘るにしても、早く集めないとマリちゃんに負けちゃうわよ。絶対に負けないんだから。マグマだまり、マグマだまり、マグマだまりどこなの。よし、やっと見つかったわマグマだまり。せっかくだから固めてダイヤのツルハシで掘っていこうと。あ、まずい、水バケツ用意してませんでした。何やってるんですかレイム。うわー、よし、やっと目的地までやってきた。うわまずい、もう先にネザーゲートが作られてるんだけど。あら、これはマリちゃんが先にネザーに行っちゃってるわね。そんな、私が負けたっていうの。でもわかりませんよ、岩盤の上に上がるのに失敗してるかもしれませんし、ネザーで何かトラブルに巻き込まれているかもしれません。岩盤の上に上がってみるまで結果はわかりません。そうよね、信じて今できることをやるだけだわ。火打ち石も手に入れるのを忘れてたから、ここでのタイムロスがちょっと痛いな。あ、出た、これで必要な素材が完璧に揃ったわ。あとはゲートを作ってネザーに行くだけね。よし、ネザーに着いたわよ。うわそうか、岩盤の上に上がるんだから、そこまで積み上げていくブロックも必要なんだった。レイム何やってるの、さっきから足りてないものばっかりじゃない。これはまずい。ネザーラック、ネザーラック、あったあった。とにかく大量にネザーラックを集めて、急いで岩盤の上に行かないと。よし、ここだ、ここにエンダーパールを投げて。よし、大成功。椅子は、あったあった、やっとスタート地点に戻ってこれたんだぜ。お、見ろよ二人とも、まだネザーゲートが作られてないんだぜ。私が一番乗りなんだよな。うわすごいじゃないマリサ、これは勝っちゃったわね。当たり前なんだよな、そもそも初めからマリサちゃんが負けるなんていうシナリオはなかったんだぜ。さてそれじゃあここにネザーゲートを作るか。
はい、チャッカー、よし無事ゲートが開通したんだぜ。行くぞ。椅子に座るのは私です。天井よりはかなり下に出てきちまったが、洞窟で大量にホリホリしてきた私には問題ないんだよな。当然大量の足場ブロックも持ってるんだぜ。うわ、危ない。なんか矢が飛んできた。いや、ちょっと待て、スケルトン。ここで撃ち落とされるのはまずい。お、スケルトン落ちていったんだぞ。危なすぎました。そうか、そういうリスクもあるのか。でもまあここまで来れば大丈夫だろ。あとは天井まで一気に登りきるんだぜ。天井を掘っていたらマグマが流れてくる可能性もあるもんな。だがその辺は準備万端。突然マグマが流れてもすぐに塞げる心の準備はできてるんだぜ。もうここまで来たら私に負けのに文字はないんだよな。よし、岩盤まで到着。あとは慎重に画像を確認して、ちゃんと一番上の岩盤を狙って、ぽい、イスイス、あったあった。はっはっはっは。この勝負、私の勝ちだ。ん？何やら音が聞こえるな。霊夢の絶望した顔が今から楽しみだぜ。あ、来た来た。よう、霊夢久しぶりだな。そうです、私が、勝者のマリサちゃんです。負けたー。ということで今回のイストリゲーム、結果は私の勝ちだったんだぜ。面白かった。やっぱりシオンもしたい。私もリベンジしたい。ということで今回の企画が好評なら、また次回も開催されるかなって思うから、面白いと思ってくれた人は高評価をよろしくね。他にも身近な遊びをマイクラ風に遊んでみたいですよね。こんな遊びをしてほしいといったコメントもお願いしますね。最高の気分なんだぜ。最後まで見てくれた人、いつも本当にありがとう。他の動画も見に行ってくれると嬉しいんだぜ。それじゃあまたな。バイバイ。